連合軍はオロチと破壊神を倒した。破壊神を失ったユグドラシルは暴走し、時空が歪み始める。異界が崩壊する中、連合軍はオーディンのもとへ進む。長きにわたる神話の結末は人ふう、やっとわしらもここまでたどり着けたわい。先に行っている雪村たちはちょっと苦戦してるみたいだね。腕輪がないとはいえ、わしらもできる限りの援護をせねばな。うん、いざ進まん。オーディンを討ち、ユグドラシルを破壊するのだ。ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、チョウンたちを得ようぞ。幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まず付近の敵を抑え込まねば。神明落とし敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。オーディンに近づくにはゼウスの力がある。そして倒すには腕輪の力が欠かせない。他の者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。そんじゃ進んじゃおかね。どうやら幻の将を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。ウヌとの戦は楽しい。ここにぶちのめすぞ。やってみましょう。いざザムーキが相手となろう。俺の傷を貴様に増やせるか。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。おことの軍略参考になるよ。おお、合流できるとは実に心強い。さっさとユグドラシルに近づきたいところだが、まずは付近の幻影をどうにかせねばならない。神の力を示す。見せてやろう。反運長の刃受けていただこう。海の輩よ、直江兼津が相手だ。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。ここを引かせていただこう。気は死なぬ、倒れぬ、屈さぬ。やった、戦もはかどるわ。この世界仲間も真田の槍で守り抜く。打ち取ったぞ。神明を落とす。ただそれだけのこと。
お前が相手か。いいだろう。全て砕いて。この月影がお相手しましょう。られぬ力を示せるのにられぬ。戦場で遅れを取るとはな。だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだな。超運殿もそうですか。私はついに切っ先が握ります。見事な手際だった。そう言っても力を示す。修練を積み、再戦を期す。このロシケ相手だ。さあ、王道勝負せよ。ご無礼者、これより乱暴を働きます。いざ、この分事件と勝負だ。ウヌとの戦は楽しい。勘弁してやる。あっぱれなもののふよの。神の力を示す。関雲長の刃、受けていただこう。さあ、私が可愛がっているんですよ。反撃行、記憶に残る勝負を所望する。消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。幸村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。探し出せない。さて、出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かう。そんなら、わしは向こうを探しちゃるわ。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だが、そこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。我らの力を示すのだ。
出るしかなさそう。いざ参るぞ。私がなすすべもなく負けるか。術者は一人だ。すべて打たねば結界は解けんな。見事な敵技だ。そう言っておく。人間はまだ諦めていない。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ彼らならそうだろう。私が見てきた人間たちなら、きっと。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。ここまで成長すれば十分。知るよ。あと一歩で願いが叶う。術が鳴る瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、全てを我が手に。貴様、神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うな。何を。許さんぞ、私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。来た。迷うな。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰は、何度倒れようとその体が使えなくなる。人形として働け。良い働きだ。それでこそわしの娘だな。私は滅びぬ。
そのためにあらゆる力を、知恵を手に入れたのだ。滅びが怖いな。残念だが、その時は確実に迫っている。強い力に反してどこまでも弱い心、それこそが貴様に滅びを招くのだ。子供、私が倒れればオーディンは何度でも注ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力を打ちのめすぞ。やってみましょう。だから分かるな。オーディンを倒すために私を見て、ドキドキの言葉を詰めて、オーディンが力を送り込み、その瞬間を狙えばいいと。ロキ、お前の体はまだ使えそうだ。朽ち果てるまで私の盾として戦い続ける。死者、すぐにあるべき場所へ送ってやる。バカ、この私。これでようやく終われる。が崩れたか。待ってください。もうお別れだなんて。なに、またいつか会えるじゃろ。こんな騒動はもうごめんだがな。本当にすまなかった。そしてありがとう。人の子らよ、なんじらに幸あらんことを。答えを得るため行くとしよう。全ての世を滅ぼさんとする神がいた。ダメです。ダメすぎます。すみません。対して人間たちを集め、希望の光をたくさんとする神がいた。いいことありました。
そうだな。私には仲間が、見守ってくれる者がいる。改めてそれを感じていたのだ。よくわからないけど、わかる気がします。さあ、参ろう。そして人間たちは神の野望を打ち砕き、元の日常へと帰っていった。彼らが忘れたとしても、この物語は永遠に語り継がれるであろう。心からの感謝とともに。